日本中部地方富山県富山市、中央通り中央通りは、富山県富山市の中心部にある町名であり、商店街である。郵便番号は930-0044。中央通り商店街と隣接する、総車通り商店街、西町商店街などと合わせ、富山県内で最大の繁華街を形成する。中央通りは、西側の富山県道43号富山上多岐立。 山線沿いの一丁目から、市道を挟んで、東側の板た川沿いまでの三丁目まである、約630メートルの東西に、まっすぐ伸びる町内である。一丁目、二丁目は、長さ約470メートルにわたり、アーケードがかかる、中央通り三ポロ商店街となっている。東側には、明治初期から中期に最も栄えた、中京院通りがあり交差している。また、 商店街西側入り口正面には道路中央部に富山地方鉄道富山軌道線の伏線軌道が設置された富山県道43号富山上田北手山線を挟み、総車通り商店街があり西側にまっすぐ続いている。総車通りは明治中期から繁華街として発展していったが、当時中央通りは中町、袋町、東合物町、 室屋町といった町名で、主に江戸時代から続く呉服店、薬酒業など大棚の問屋が並ぶ問屋街といった、おもきだった。大正時代に入り、1913年に富山駅からの路面電車が通るようになり、繁華街として、氷商、飲食店、劇場、映画館などが立ち並ぶようになった。1923年12月には、中町の角に、 木造3階一部5階建ての棟屋がある、富山県内初の百貨店、岡部五福店が開業した。第二次世界大戦による富山大空襲では、富山市内がほぼ焼け野原となったが、中町、袋町、東合物町、室屋町などには再び、小売所、飲食店、劇場、映画館などが立ち並ぶようになり、1948年に、 中央通商社会会を設立し、中町、袋町、東、相物町を結ぶ通りを総称して中央通りと呼ぶようになった。1957年には通りにアーケードがかかり、1965年4月に住居表示変更が行われ、上記の町名の町などが中央通り1から3丁目に変更された。1987年にはアーケード及びカラー舗装。 塔の改築に伴い、サンポロの愛称がついた。かつては多くの映画館、デパート、スーパーなどがあり賑わったが、現在はすべて撤退及び廃業しており一軒も残っておらず、店舗の空き家も多く目立つ。現在は富山市中心部の移住人口を回復し、賑わいを取り戻すため、中央通りや西町には通りに面した1階部分に、店舗、上層部は、 マンションといった小銃混在型の複合施設が多く建てられている。なお中央通りサンポロ商店街は11時から22時まで車両通行止めとなっている。テルテルティンギャアルリミレイ2018年3月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。